続くんで、だから結局今のそのスシローの話もそうやけど、え、回転寿司は行くんですか？行かないもんね。この間行った、行った、回転寿司行った。いや、浅草にね、はいはい、かみさんと二人で芝居を見に行って、はいはい、知り合いが出てるっていう芝居を見に行って、はいはい、ちょっと始まる、2時開演だったから、うん、始まる前にちょっと話してた、うん、で、スシローに入ったいたずらしたんですかいたずらする時間ない。で、そのシステムが分かんないのよ。あ、初めてじゃないでしょ。いや、だからそういう風になってから初めて、だからあの、こう直して頼むやつ。そうですよ。それで、こうやって流れてて、こういうとこに、はい、で、昔はさ、いっぱい握ったやつが流れてきて、もうね、今はね、それがね、流れないフードロスのために、それで、頼んだやつがこう、そこに流れてくるのかと思ったら、もう一台上にあって、そこにそこの席用のがちゃんと来るんだよね。ビュって頼んだのが来るんです、流れて。あれ、もう頼んでからさ、来ないからさ、俺そういう時間ないから入ったのよ、うん、だからもうバンバン流れてて、好きなの取って、でお勘定みたいな、そういう時間で行けんのかなと思ったら、頼んでから来るまでに結構時間、あ、到着しますとか出るでしょ。あの、僕全部行ってますからね僕はあのスシロー、かっぱ寿司、うん、まあもう4大回転寿司なんですよ。スシロー、かっぱ寿司、ダウンタウンをやってるくら寿司、それにはま寿司、あとまあ俺以外に好きな銚子丸、あと函館食堂もうね、いろいろ、北海道行ったらね、うわぁ、ここまで出てきて、北海道の、北海道は言っときますよ、回転寿司屋行ってください、うん、うまいですから、もう全部が、らしいね。はい、北海道、トリト、北海道はトリト、お任せください。もともとスシローというのはですね、大阪の吹田にね、アトムボーイという回転寿司屋、アトムボーイ、聞いたことあるね、アトムボーイ、そっから始まってスシロー、今スシローが行ったんだけど、もうあの、くら寿司はですね、お皿を5皿入れるとビックラポンっていうのが出てくるんですよ。ビックラポン、はい、うち子供好きやったから、もう無駄に食って、こう5皿入れると抽選ってビックラポン、こうなんか出てきて、当たると出てくるんです、なんかいろんな抽選で。これビックラポンが好きなんです、子供で。最初にうどんとか出したのも割とくら寿司系で、サイドメニュー充実させて、へえ、うん、行きました。安かった、それで。はい、かっぱ寿司はもともと長野の方から来てますから。はいはい。あ、この辺にもできたね、くら寿司ね。そうですよ。うん、いや、もう大体、そうですね。四大、言うときます、回転寿司。多分合ってると思います。こう調べて、後で調べてあげると。多分、日本の回転寿司の売り上げでいくと、かっぱ寿司、スシロー、くら寿司、はま寿司。これが多分、これがどっかとどっか合併したらどうなってるのか知りませんけど、でその後、まあいろいろあるんですよ、各地にあるんですよ、その地元の金沢は金沢の回転寿司、富山の回転寿司、地方にあるわけですよ、長太郎寿司、大阪にもあるんですよ、長次郎、僕は回転寿司はね、15分で食えます、ね、ああ、元禄寿司なんかもあるじゃないですか。元禄寿司って昔からあったよね。あの、あります、渋、原宿にある元禄寿司、平禄寿司もある、あれ仙台や、ね回転寿司語らしたら語れます、ね、だって回転寿司すぐ食えるもん。いや、だからすぐ食えなかったんです、寿司も。あら、こうやってでまたタブレットでなんか頼むんです。あれ時間来たらバッと廃棄されるんですよ、時間で決まってるんです。時間来ると処理のにガヤッと流れてる。だからこうやって常時流れてるのは、はいはい、時間来ると流れます。いや、品物流れてなかった。なんかああ、だから時間的に2時でしょ。2時半ぐらい。一番お客さん少ない時はまずは注文制です。あ、そうなんだ。僕今あの一番好きなのは、うん、回転寿司じゃないですよ、まあ、まあこんなこと言うてそんなあの人が殺到することもないです、品川駅の、うん、魚河岸駅です。駅中のここはもう買い立ち食い寿司ですよ。魚河岸っていうの、魚河岸、ここはもういつも俺新幹線乗る時とか、たまにラジオ行く前はわざわざ品川寄って食べて山手線乗っていく。魚河岸寿司うまい、立ち食い寿司、回転じゃなくて魚河岸注文して、うん、水の橋の駅の中にもね、ええ、昔立ち食い寿司屋さんがあった。ほうほうほう。
俺そこでバイトしてた。嘘でしょ。グループがだから結成するとき、でポスター貼ってもらったもん、あの店の前に。え、改札の中に、駅中。回転寿司？回転寿司じゃない。普通の寿司屋さん。寿司屋さん。何をしてたんですかバイト？俺はだからあのお宮の、うん、放送をしたり、お茶出したり。はいはい。あとこういう何、エビなんかはさ、うん、串に刺して。で茹でるのよ、そこで茹でるの。でシャリとかはちゃんと工場があって、はいはい、そっちから持ってきて、ね、今は全部そうやから。で伊田さんが2人いて、はい、その人たちが握るの。そこではご飯は炊かないんだけど、うん、でその折り詰めのあれをこう包装したりとかっていうバイトをやって、うん、はあ、僕はバイトは甲子園の UCC コーヒーを売ってた、うん、甲子園で高校野球の時。あ、そう、うん、甲子園カチュアルじゃなくて UCC コーヒー、 上島コーヒーよね。だから UCC コーヒーの売り子をやってた。そうだから寿司はだから余ったお弁当は持って帰ってくれるの、酢飯を。お弁当あの包装したやつで売り余った折りは、はいはいはい、それが楽しみでバイトしてた。まさかこんな回転寿司でいたずらの話しよう思ったら寿司の話で盛り上がりましたね。天寿司でね。いや回転寿司あれはでもちょっと信じらんないな。なんで楽しいのかなと思います。そのことして、うん、まあ楽しくはないんだろうけど。そうなんです。だから入れたり、あとシャリを取ってわさびを乗っけて回したり、多めにわさびが置いてあるんです。置いてあるでしょ。置いてあった。あれをこうめくってわさび乗っけて、だからわさびほらテレビでよくやるわさびの、結局それも悪影響っちゃ悪影響でしょ。そうだよね、うん、そんなこと言ったら僕のあのこの味噌の国に僕と笑いさんがよく行く寿司屋のまさのかんぴょう巻きに俺がわさび死ぬほど入れてくれたらもうあのもう涙止まらないぐらいわさび入れてくれた。かんぴょう巻きにこれちょっと聞きたい、うん、かんぴょう巻きにわさび入れる方ですか。入れるよ。あ、そうなんですよ。でも俺はあそこで初めて知った、うまいと思ったでしょ。僕はそれもっとたっぷり入れてほしい。大人のかんぴょう巻きって、ね、そうです、そうです。あのとろたくも、うん、あのわさび入ってないですけど、あれにもアホみたいにわさび入れても大丈夫です。え、とろたくってもともと入ってない。入ってないです、入ってないです。あれにもアホみたいに入れてください。で僕は本当にアホみたいに入れるんで怒られますよ。それはあなたの感覚でしょ。でもかんぴょう巻きはねもうギリギリまで入れてほしいな。ギリギリまでたくさん、うん、であの本わさびをたまにあのわさび巻きって僕食べるんですけど、本わさびをカットして巻いてんのあるんですよ、うん、あれはいくら食べても来ないですね。あの本わさびの茎をもう切って細かくして巻いてくるとめちゃくちゃうまいですよ、うん、でも来ない。かんぴょう巻きは皆さんわさび入れた方がいいですよ。わさび嫌いな人も多いと思いますけど、あ、甘いかんぴょう巻きであればあるほど。で、そうだよ、あの握りにやっぱりそのわさび入ってなかったですよ、この間言った寿司の方にはね。だからそれは要するに回転寿司はお子様家族連れが多いので、うん、わさびは別なんだよ。で、変な話であれ握ってないよね。あ、だってあ寿司の機械が出てきますから。そうだよ、はいはい、もうちゃんとシャリが何グラム握ってない、ちゃんとシャリ、手のぬくもりがなかった。あの寿司に